日報プレゼンツ、うまい森あおい森 GMU のふるさとナビパート2。鶴田町へやってきました。ここはつらる富士見湖パークです。こちらは日本一長い木の橋、鶴の舞橋と岩木山の絶景が有名ですよ。日本一の生産量を誇る府中弁ぶどうを使ったスイーツの魅力をたっぷりお届けします。それでは府中弁のスイーツをいただきます。私は府中弁大福をいただきます。それでは私は冷凍のとちおとめクリーム大福をいただきます。こちらが発売されて間もない鶴の舞橋です。チョコ餅と抹茶小豆餅の2種類がありますよ。抹茶小豆をいただきます。舞ちゃん食べてみてどうだった？とちおとめのクリームの大福食べたんだけど、割った瞬間からいちごの香りがすっごいしました、こっちまでしました生地が冷凍なんですけど、解凍したらもう出来立てみたいにもちもちで、中のとちおとめのクリームがとろっとしてすっごい甘かったです。それのカマンベールチーズ味食べたんだけど、外側の生地が甘くて中のチーズがちょっと塩味あるからすっごい美味しかった。定番の府中弁大福を食べる、生地にもあんこにも府中弁が詰まってすごく府中弁を感じる、美味しい。あとね、新商品の鶴の舞橋食べたんだけど、小豆と抹茶の相性がすごい良くて、これもまた美味しかった。あとチョコの方は、中のチョコがもうとろっとしてて、めっちゃ美味しかったの。一口サイズがちっちゃいから小さいお子様でも大きいお子様でも大人の方でもすごい食べやすいかなって。府中弁クリーム大福解凍してもらったから、これも食べないと。私も食べる。いただきます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 。すごい。すごいチーズ。美味しいです。ありがとうございます。見てピンク。甘い。グッドです。食べます。中のチョコがとろっとしています。本当だ。チョコとろっとしてる。食べますか？あげないです。鶴田町の魅力について教えてください。鶴田町の観光名所である鶴の舞橋は、ありがたいことに雪が降りしきる冬でもたくさんの方が訪れています。橋の上はもちろん周辺も除雪を行っていますので、冬でも歩いて渡ることができます。冬ならではの絶景をぜひ見ていただきたいです。皆さんぜひ鶴田町に遊びに来てくださいね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またいつでも招待どうぞ。はい、待ってますよ。